さて、じゃあ続きましては小山さん。はい、出番になりました。ロープレースの小山健介さんです。よろしくお願いします。ちょっと知らない方の方が大変だと思うんですけども、あの鴨町の方でロープレースっていうのを、バイク屋さんとご飯屋さんを兼ねたお店をさせていただいてます。で、まあ、これロープっていうなんですけど、踊るとかはしゃぐとか騒ぐっていう意味があって、もともと僕が高校生の時に5人組でブレイクダンスっていう、まあ、頭で回ったりするダンスを駅前でやってた、その時のチーム名ですね。で、まあ、外観こういう感じで真ん中の建物だけちょっと建てていただいて、で横を右側ですね、飲食のスペース、これは海上コンテナって言って、海からコンテナを運んできて、まあ、自分たちで、加工してこれにくっつけてしまったっていうようなお店です。で、まあ、来ていただいた方は入っていただいたら分かるんですけど、まあ、こういう感じでもう本当に全部手作りです。まあ、あの100均のコーナーで買ってきたものを入ってたりとか、まあ、ありとあらゆる家にあるものを貼ってみたりとかっていう感じ。もう本当にやっぱりあの僕一人でやったんで、まあ、お金がやっぱりかけれなかったっていうのがあるので、まあ、極力増やしてできる方法っていうことで、まあ、こういう感じなんですよ。今は2階でですね、あの古着ショップをちょっと始めました。あの僕じゃないんですけどね、別の方がちょっとやっていただいてるんですけど、まあ、そういうスペースもあって、まあ、1階先移った部分ではあのコーヒー屋さんのコーヒー豆を自家焙煎して、まあ、モーニングであったりとかそういうのもしてますんで、まあ、もし機会があったら来ていただけたらと思います。で、まあ、僕はこういうふうにあの金属をつな、いでいく溶接っていう作業をしています。これあのバイクの部品を一から作ったり、もともと僕東京であのドラマとかに出すようなバイクを作ってました。だから芸能界の人とも少し、まあ、お会いしたりすることもあったんで、で、鹿児島に来て、まあ、こういう仕事を、続けながら、まあ、細々とやってます。で、僕地元が、まあ、見てもらったと思うんですけど神戸です。生まれは大阪なんですけども、育ったのはほぼ神戸なんで、まあ、地元は神戸です。で、まあ、なんで鹿児島に来たって言われるとまた複雑な話もあるんで、ここはちょっと考えさせていただきます。で、今鹿児島に来て、7年目ですね。7年目になります。だから未だにまだ鹿児島弁がないとよくわからないので、まあ、これちょっと写真が僕実家がないので、こっちにあの全然いい写真がない、とりあえず、まあ、僕の可愛い時の写真をあのちょっと用意させていただきました。まあ、本当にね、あの一人っ子ではないですけどね、あの一人の写真しかないんですよ。基本あの写真が嫌いなのと、あの、まあ、もう少したら写真出てくるんですけども、阪神大震災で家が半分なくなっちゃったんですよ。なんであの写真がないですね。本当に数ある。僕野球もしてまして、もうずっと野球してました、小学校から。だからあの友達と遊ぶ時間もなく、ただただ毎日練習っていうのをあの続けました。もちろんあのプロも目指してまして、あの高校生の時に、まあ、と松坂大輔選手って分かりますかね、まあ、その方とですね、まあ、奇跡的に野球だけあの対戦することがありまして、まあ、そこでやっぱりあのレベルの違いっていうのを痛感して、まあ挫折っていう感じでちょっと野球はもうやめてしまったんですね。で、その後、まあ、いろいろな経験を得て、まあ、鹿児島に今いるということです。で、まあ、その阪神大震災ですけど、鹿児島の方はあまりこう災害、ちょっとどういう感じで、出会ったって思うんですけど、あるのか分からないんですけど、僕、うちが、まあ、半分家がなくなっちゃって、まあ、同級生が、また明日ねって言った子がもう次にいなかったりとか、まあ、本当に水もない状態、まあ、夜になると、まあ、もう真っ暗で何も見えない状態ということで、約1週間生活して、ね、これが本当に僕に残された唯一の家族写真です。まあ、ちょっと僕細いですよね。はい。まあ、親父ももういなくなって長いので、まあ、これが唯一の家族写真という。まあ、せっかくちょっと、まあ、うちのちょっとお母ちゃん角刈りだったんで変な感じになってますけど、はい、こんな感じの、で、まあ、人生の変わりですね。あのここ分かりますかね。これ9時35分、これゴルフやってる方は分かるんです。9時35分スターっていうところに秀樹松山、これが松山秀樹です。これ僕ちょっとこの時にあのキャディーをさせていただいて海外に行ったんですけど、まあ、この時まだ彼高校生です。はい。ここでですね、あの人生の転機を僕はちょっと迎えました。まあ、それもまだ二次会の方でなんか喋れたと思うんですけど、はい。まあ、その転機を迎えて鹿児島に来て、一番初めに始めたお店があのアイロン調査駅の近くでバイク屋さんとバーをちっちゃく始めました。本当に狭いカウンター5席のお店でスタートして、そこで4年ぐらいですね、小さく活動しました。
で、まあ、こういうふうに熊本を申請の時にお店のお客さんを通して、まあ、茶出し1000人分ぐらい、まあ、もうみんな実費です。お客さんたちと力を合わせて1000人分のカレーとか、まあ、リンゴを持っていってさせていただいたりとか、まあ、今までやっぱり一人でずっとやってきたことが多かったので、まあ、その提供きっかけに、まあ、いろんな人と関われるようにと、まあ、今こういうふうにソフトボールのチームを作ったりとか、お店でこれもお客さんが、まあ、やりたいということを声をもとに、まあ、じゃあなんとなくで集っていったら意外と集まったみたいな感じでやってます。でちょっと思ったより20秒が長いですよあ、こういうふうに今も部員募集してます。初心者の方もほとんどです。女性の方もたくさんいるんで、まあ、たまに体を動かしたい方とかいらっしゃったらぜひ参加してもらいたいと思います。とりあえずですね、まあ、何が言いたいかっていう、こうちょっといろいろ考えたんですけど、結果も何を言っていいのか分かんなくて、まあ、とりあえず一つ言えることは、まあ、自分が納得した状態で、まあ、楽しめることをしたいなと。ということで、まあ、僕今野球をしてた経験があるので、たまに刺激飛び中学校の女子ソフトボールの子たちに臨時コーチみたいな感じでさせてもらったりとか、まあ、本当に震災を経験していつ自分が死んでもいいように、まあ、言い方は悪いですけども後悔したくないので、まあ、できることをできるときに別にいい格好するわけでは後悔したくないので、まあ、こういうふうにちょっと大阪の、まあ、キャンペーンガールの子に来てもらって、まあ、バドガールという形でちょっとビールを提供していきたいとか、なかなかこういうのが鹿児島でないと思ったので、で、まあ、こういう子たちに来てもらってそういうなんですかね、芸能界の話もしてもらったりとか、ちょっと変わったポールダンスですね。これ多分実際に多分見られたことないと思います。これ本当すごいですよ。なんかちょっとエッチなイメージあるんですけど、全然本当にアートなんですよ。これぜひね、ちょっと今年やろうと思ってるんで、機会があればぜひ見て、特に女性の方が見ていただいたら感動してもらえると思います。で、ダイエットにもすごいんで、はい、僕は挑戦しません。ちょっと無理でした。で、今年どこ、まあ、ちょっと車なんですけどね、これ60万くらいするんですけど、僕ちょっと円あって3万円で言ってもらってちょっと移動販売車にしようと思ってます。これでまたね、ちょっといろんな土地のいろんな人に出会いに行けるように、まあ、何かを売りながらちょっと行商したいなと思ってますので、また見つけた時はぜひ声をかけてください。なぜ鹿児島の中で有田市にいらっしゃったんですか？そして嫁さんが鹿児島だったんですよ、有田だったんですよ。で、まあ、こっちに来ました。もうちょっとも今はね、コンビ解消したんで、ちょっと今、福さん、陰芸人ということで、はい、でも改めて今日は有田の方もいらっしゃるんですけど、有田のいいところってどういうふうに感じてます？そうですね、最初は本当に言葉が聞き取れなくて何言ってるか分からなかったんですけど、まあ、慣れてくると結構穏やかな人が多くて、ただやっぱりハキハキとものを言ってくるようにするなというんですかね、こうちょっと内に秘められてる方が多いので、最初とっつきにくい感じがすごいあって、逆に僕ズバッと言っちゃうので本当にあいつなんやねんみたいな感じで思われることも多いんですけども、そうでもないので、本当道で見かけたらちょっと優しく手を振っていただきたいと思います。さっきまで堂々と発表されていらっしゃったのが寸くじなんだ、ここまで来ちゃいましたけど、なんとですね、時刻の8時ということで、この後、NBC のレディオ版の中継がもう入っているということで、じゃあ、マコさんにバトンタッチしたいと思います。改めて大きな拍手お願いします。